超お猿とつく粉ってなんだろう。みんなこんにちは、はてなくんだよ。超超お猿とつく粉ってなんなんだろう。今日は蝶々さんにお話聞いてみたよ。こんにちは、私は蝶々よ。私を触った時につく粉、これは鱗粉っていうのよ。鱗粉は羽の内側にあるのよ。この粉が何のためにあるかって、これは私たちにとって本当に大切なもの。鱗粉は水を弾くの。私たち水に濡れると飛べなくなっちゃうでしょ。鱗粉は水を弾くから雨に濡れるのを防いでくれてるのよ。あと鱗粉によってデコボコができて、これによって羽ばたきやすくなってるのよ。もし鱗粉がなかったら私たち飛べなくなってしまうわ。他にも体温を調節したり、オスが私たちメスを誘惑する香りを出したりもするわ。また鱗粉の違いによって羽の模様も変わるの。これによってオスがメスにアピールしたり、あるいは目玉模様で敵を驚かせたりもするわ。ちなみに鱗粉は表面の毛が進化したものなのよ。今日のまとめ、もし鱗粉を取ってしまうと蝶は飛べなくなっちゃう。他にも鱗粉は雨を弾いたり、オスがメスを引き寄せたり、敵を驚かせたりするとっても大事なものなんだよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。